皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。モデルプレスイコール2024年3月6日、4月1日から放送スタートする2024年度前期連続テレビ小説、「虎に翼 NHK 総合」、毎週月、土朝8時、ほかで主演を務める女優の伊藤沙理、伊藤沙入29。インタビュー後編では、家族役を演じるキャストとの撮影エピソードや、 伊藤の実刑であるお笑いコンビオーズワールドの伊藤俊介ともし共演するとしたら。などについて語ってもらった。写真、伊藤紗理、麗しい和装姿。伊藤紗理、弟役。B、ファースト・三山良樹の緊張ほぐす。今回ヒロイン・トラコの家族役として、石田ゆり子さん、岡部隆さんなどが肩を並べられていますが、家族撮影の雰囲気はいかがでしょうか。伊藤、すごくいいです。 本当の家族のようにみんな楽しくワイワイ話す時もあればマイペースでふらっとどこか行ってでもどこに行ったのか気にならないようなそんな雰囲気になるのがとても早かったですあとはありがたいことに撮影中に出てくる食べ物が本当に美味しくて現場が食事場になっています笑。なのでご飯のシーンがあるとみんなご飯を抜くかそこで食事をしますという風になって 撮影が終わっても誰一人動かないんです、笑。これを食べてみよう、とみんなで話しながら家庭の食卓になっていて、楽しい時間がとても多いです。トラコの弟、井の爪直明役を演じる B、ファーストの宮山良輝、良輝さんは、出演発表時に朝ドラ初出演への不安もある、というお話もされていましたが、伊藤さんが座長として声をかけたことは。伊藤 君は5歳年下なのですが、本当にピュアですごくかわいいです。撮影はまだ3日ぐらいしかしてないですが、取材は2月下旬、私は昔から先輩ぶることに抵抗があり、緊張しているの。と声をかけられないので、監督から声をかけていただけるようにしました。もともと監督も緊張をほぐしに行っていらっしゃったので、素敵な現場だなと思って見ていました。頑張れ と思いつつも、普通の話をしていた方が緊張もほぐれるかなと思い、この前ライブツアーで北海道に行っていたようなので、北海道のどこで何したのとか作品には全然関係のない話をしていました、笑。まっすぐでとても気持ちのいい子だったので、一緒にいて楽しいです。三山さんの緊張がほぐれるようアプローチをされたのですね。伊藤、良希君が現場になれるのは すごく早かったですよ突然監督が現場に来て「あいうえお」「かきくけこ」と大きな声でやり始めてりょくんもそれに乗っかりなぞに「あいうえお」「ダスタジオで響き渡る時間があってわら」そのあたりからりょくんの手の震えがおさまり今ではみんなとわいわいしゃべっています。弟は家族で一人だけ小さい頃子役から始まるので。 途中からら入っっってくることととにに抵抗がが、あったのだと思いいいまますす。今では堂々と素敵にいらっしゃいます物語ではトラコの大学生活も書かれますが家族シーンと大学シーンの撮影で演じる際にお気持ちの違いがあれば教えてください伊藤本当に家いいと学校という感覚です楽しさの感覚が少し違いくて家族も仲良しですが女子部はキャピキャピしていますわら 例えば、桜井由紀さんが寒がりで、防寒性の高い靴下をみんなに配ってくれてワイワイしたり、平上岩さんは女子部の中でも一番年上なので、この空気はうるさいかなと思いましたが、一緒にしゃべってくださったり、ハ・イオンスさんは韓国語でなんというかわからない日本語を教えたり、年齢や国籍など関係なくとにかく賑やかです。共学になったらまた違う空気になるのもリアルで、その空気感を楽しんでいます。 伊藤り、中野大我との再共演に歓喜、大好きな先輩、猪狐家に下宿している女生、佐田雄三を演じる中野大我さんとは、NHK 拾われた男ロストマンファウンド、2022年、以来の2回目の共演となりますが、久々に共演した印象を教えてください。伊藤、以前ご一緒した時もですが、本当に頼りになる方で、お芝居を間近で見るともらうものが非常に多いです。 今回もタイガさんとじゃなければ2人の空気感が出せなかったと思いますし、お芝居においてもタイガさんが絡んでいる演出について相談すると、ほとんど解決してくれるので心強さがとてもあります。大好きな先輩なので、またご一緒できて本当に良かったと毎日思います。お二人のシーンでは、台本にはないアドリブもあったのでしょうか。伊藤、私が倒れるという演出を受けたら、 ささんもも倒れれててくくるとか、そういういいい展開をいつもやってくださいます。自由に動いても大丈夫という空気感がある方なのでお互いやりたいことをやってそれに向かってくるという時間が楽しかったです伊藤サリ兄オズワルド伊藤と共演するならこれまで大河ドラマや朝ドラにはお笑いタレントの方が多く出演されています伊藤さんのお兄さんオズワルド伊藤さんも演技力がありますが もししし共演されるとしたらどうしますか。伊藤、以前、彼がお笑いの現場では同じボケを言うことがないから、演技の仕事で同じアドリブを何回もやるのが恥ずかしいと相談してきたので、ぜひアドリブで戦ってほしいです、わら。最近は生意気にお芝居の仕事をしているという噂を耳にしたので、もし一緒になれたら楽しんで帰ってほしいなと思いますけど、あまり重要人物にはしたくないですね、わら。もし 『虎に翼』の現場にお兄さんが来たら『伊藤そこに関しては先輩面しようと思います』わら貴重なお話をありがとうございました伊藤サリヒロイン朝ドラ『虎に翼』『虎に翼』は現在放送中の『武勇義に続く第110作目の連続テレビ小説。日本初の女性弁護士で後に裁判官となった一人の女性を伊藤が演じ 彼女とその仲間たちが困難な時代に道なき道を切り開き迷える子どもや追い詰められた女性たちを救っていく情熱あふれる放送たちの物語を書いた極上のリーガルエンターテインメントとなっている日本史上女性として初めて放送の世界に飛び込んだ三渕よし子さんの実話に基づく骨太なストーリーを追いながら事件や裁判が見事に解決されていく爽快感を一緒に味わえる モデルプレス編集部伊伊藤さり伊藤さりプロフィール1994年5月4日生まれ2003年にドラマ14か月妻が子供に帰っていく日本テレビ系でデビュー子役時代から安定感のある演技力には定評があり数々の作品に出演生まれ持った芝居のセンスでシリアスもコメディーもこなす個性派女優として頭角を現し 2023年はドラマ「執行犬と私と執行官」テレビ朝日映画「宇宙人のあいつ」探偵マリコの生涯で一番悲惨な日「ミステリという中でなど出演作多数2024年春には「ミラーラーフィルムシーズン5」の公開が控えているどこだと思いますか次は CU でした